9月11日、目黒パーシモンホールでアマチュア落語家による新作落語のコンテストが行われました。目黒は目黒のさんまなど古典落語の題材にもなっています。去年、目黒のさんま祭り25周年を記念して行われ、好評により今年も開催されました。今年は目黒の地名が入った落語がテーマです。多くの応募の中から5名が会場で落語を披露したほか、 YouTube でライブ配信も行われました。これは区民祭りの一環として行っているものです。目黒って魅力のある町だと思うんですね。そういったところを皆さんにこう再発見していただきたいというところが一番大きな狙いでございます。決勝にふさわしい審査員の頭を悩ます完成度の高い落語が揃いました。コンテストの合間には審査員を務めた話し家2人の落語も披露されます。最優秀賞には目黒駅が品川区から目黒区へと移住を試みる楠木亭優斗さんの演目が選ばれました。もう10年落語やってるんですけど、一回も勝てなかったんで、今回やっと勝てまして、他の人たちお店も行かしてあげたいなっていうのはありますね。みんな揃って目黒区にというところでございます。最優秀賞に選ばれた新作落語は10月に開催される目黒区民祭りでも披露される予定です。私だって本当は目黒区民。